16年前、ある平凡な夫婦の間に生まれた男の子は、生後14日目にして会話ができた。声を出さず1歳ともなると、あら、みりんが切れてるわ。初めてのお使いをこなす。普通の親なら病院や研究施設などに連れていくだろう。ふーちゃんは超能力者なのね。君にだね。もともと能天気な性格の上、あれは幼稚園の頃、ズルする者もいたが、愛子でねじ伏せた。先生でも容赦しない。誰だろうと勝つ。勝つ。100回勝負。次の日から先生は幼稚園に来なくなった。このパズルももう飽きたな。ヤングジャンプでも読もう。心の中の嫉妬や劣等感、嫌悪感を向けられ続けた僕も、クウスケすごいじゃないか。全教科100点で通知表もオール5だなんて。弟はいつも上を行った。すっごい、何これ。今回ばかりは僕の勝ちだよ。クウスケ1号。僕はまた負けた。僕はクソの超能力を弱体化させる装置を作り上げた。だがそれでも勝てなかった。クーちゃん起きて、朝ごはんできてるわよ。遅かったね。クソ、クーちゃんゆっくり食べてね。また負けた。超能力で全部口の中に入れたんだろう。クソ。うわ、すっげえ。どうやってやったのそれ。くんちゃん、超能力はむやみに人に見せちゃダメよ。すげえよ、たかしくん。あんなの上手くなるのは勉強に集中できてない証拠だよ。てめえぶっ飛ばす。今すぐ離れた方がいい。あなたの上履きがね。先生呼んできて。なんだ、どうしたんだ騒いで。先生、すみくんが。早く早く走らないと間に合わないよ。枠時ランド。やべえ、枠時ランド始まっちゃう。ふざけんじゃねえぞ。お前の甘い気なんだよ。バーッと呼べ。よし、今日はここまでにしといてやる。あれ、痛くないぞ。え、待って、クソくん、この名札クソくんのでしょ。昨日公園に落ちてたよ。僕昨日怪我したんだけど、気がついたら治ってたんだ。おやすみ、よそ見すんなよ。見ろ、すごくないよあんなの。大きくなったら僕でもできるし。たかしくん、こいつ黙らせてよ。ちとか知ってチンコ、あっちバーだろ。たかしくん、チンコ怪我した。超能力者じゃなくて超能力者ですよ。あれはたかしくんじゃなくてクソくんがやったんだ。クソくん、その顔何。あれから1年後。おはよう、クソくん。ちゃんと宿題やってきた。え、それが工作の。あ、ロボットか。カバンの中に。さっきからうるせえんだよ。アスミは2年になった今もタカシたちにいじめられていた。僕なら簡単に助けてやることができる。とにかく僕は見て見ぬふりをした。しかし当時の僕はそれができるほど大人ではなかった。ん、どうしたの。あ、なんだよこれ。そして事件は起こった。あ、なんだよその目は。お前もいじめるぞ。そこから先はよく覚えていない。僕はナナナのようなものを使った超能力によって、この3人には僕が教室に入ってくるところからの記憶を消した。それは僕を超能力者だと疑っているからだ。そのきっかけになったのは紛れもなくファイヤーチンコ事件。お、思い出した。アズミが暴れ出して教室をめちゃくちゃにしたんだ。そんな、まさかあれはクソ君が。あれ、なんで今クソ君が出てきたんだ。クソ君のチンチンがすごく大きいって噂を聞いて、それを見せてもらいたかったからだ。別のチンコに置き換わった。そして僕は騒ぎの中ひっそりと転校した。おい、お前さっきから何言ってるんだ。え、いや、どこに行く。いや、まさかお前、やはりダメか。うわ、消えた。月日は流れ、その男の子、つまり僕も今や高校生である。だと思ったら大間違いだ。テレパシー、サイコキネシス、投資、予知、テレポート、千里眼、エトセトラ、何かを成し遂げた時の達成感も、サプライズパーティーでサプライズすることも、それが僕の人生だ。新年明けましておめでとうございます。やはり正月は私服。そしてスペシャルゲストの2人目は無神徹さんです。さて、チャンネル変えるか。なんとエスケンの左脇腹町にやってきました。こんにちは、何されてるんですか。両親。おい、何やってるんだ。初詣です。わあ、夫婦で初詣、いいですね。願い事は何にするんですか。きっと今頃ネットのトレンドとかに入ってるだろうが。 C の森山直太郎。ラストアンサー。残念、正解は A。 視聴者の中から抽選で選ばれた S 県左脇腹町の粘土力さんです。っていうか粘土がクイズとか相性絶望的すぎるだろう。ふん、パスするぜ。できねえよ、ボケが。おっしゃ、じゃあ電話するぜ。占いの母に。いや、ちげえやつ。はい、カイド弟子、弟子。そうだ、分かったか、問題。問題が何かてめえが言わなきゃ分かんねえんだよ。ノーベルなんとか。よく分かんねえけど、森山直太郎だけは絶対違う。森山直太郎。ただの放送事故だ。ほらな。何なんだこれは。家でテレビを見るのすら。え、サイキクソー様、
私はあなたが超能力者であることを知っているものです。もう師匠呼ばわりしてきた。近いうちにご挨拶に伺います。忠実なる下僕より。挨拶に来られる前に知っておく必要があるな。サイコメトリー、本ができるまでの工程、まだ読んでないページのネタまで直に触らなければサイコメトリーは発動しない。へえ、意外と普通の家なんすね。年齢は16で、だ、つうかテレパシーでわかるっすよね。いいっすね。俺なんか今も15人くらい。そこの天井の隅には60くらいのおばあちゃん。佐伯さんの真横にはケツ丸出しの。だ、もどか行きました。うわ、ケツこすりつけてる。超能力者舐めるな。寺の息子として生まれた時からその力がありました。子供の頃は人間と幽霊の区別もつかないくらいだったっす。それで気づいたんすよ。あ、おばあちゃん幽霊なんだって。悲しい。だから手当たり次第に抱きつきました。エロガキとか言われて随分嫌われましたよ。死者と話すことで救われるやつだっていっぱいいるぞ。なんとか金に換える方法はない。クレパシー、投資、瞬間移動、千里眼、念力、あらゆる超能力を持つ男がいるって。絶対やましいことに使うよな。超能力をマスターして女の子の裸を見たり、予知で宝くじを当てたり。だがこいつはいろいろと勘違いしている。他人の声が滝のように流れる。超能力者を舐めるな。とりあえず今日は帰ります。いいから早く帰る。サイコメトリー、さっき手袋を外したまま。師匠、どうかしたんすか。佐伯さん、借り返してくださいっす。借り、わからんが、とりあえず返しておくか。そうっす。そんなことあったか、全然記憶にないな。今回はマジでヤバいんすよ。俺の生死に関わる重大な問題っす。断食修行。そうっす。しかも携帯やテレビ、あらゆる娯楽を取り上げられて外出も禁止。エロ本だって3日読めないんですよ。ずっと読むな高校生。3年こもってる。というわけで俺これから軟禁されるんで、佐伯さん、そこに食料を届けてください。やっぱ逃げちまおうかな。逃げたければ止めんぞレータ。やるしかないのか。大丈夫、佐伯さんはきっと助けてくれる。いやか、すげーでしょこれ。ではこれより断食の修行を始める。しっかり見張ってこるからな。こらー、はい。あの扉からめっちゃ綺麗な女が入ってこないかな。そんでおっぱいは肉まんとかでできてて。何言ってんだ、ほっとけ。また幽霊と会話してんだろ。何買ってきました。待て、お座りだ。本当にいろいろと全て悪い意味でな。お前の目の前で食う。あんたの根性もだいぶ腐ってるでしょ。俺も行くぜ。食って。残念、それは私のお稲荷さんだ。男、やだ、来るな。この試練を乗り越えて生まれ変わるんだな。未熟な私にお付き合いくださりありがとうございました。うまくいったようだな。あんなに髪が抜けるほどストレスだったとは。大丈夫か。これはサービスで直してやるよ。あ、しまった。修行の辛さまでリセットされたか。今から16年前、とある病院で可愛い女の子が生まれた。どうしました、先生。そう、その女の子はただただ可愛かったのだ。それからもその子はすくすく育ち、その可愛さも年々増していった。え、自分で言うなんて信用できないですって。私は自分の魅力に気づいていないふりをする。なぜなら私は完璧美少女だから。そんな完璧美少女の私が不覚なことに、実は今気になっている男性がいるの。このお金持ってそうなお兄さんでもないわ。そして言うまでもなくこいつでもない。まあある意味気になるっちゃなるけど、こいつではない。ねえ彼女、もしよかったら俺とお茶でも。僕がスーパーカーでドライブでもどうだい。私と相対した男は全員私の美しさに顔を赤面させ、最近にも絶対って言わせてやるんだから。でもこれくらいでこの私から逃げ切れると思って。エンジェルブレス510エンジェルアッパーリーヌ、探してもらえませんか。すみません、クロードコを見てませんか。おめえら簡単しなくて。友達の携帯にかけてるんだけど繋がらなくて。指令って私のことかしら。そっちはどうですか。僕にも別の力があるのだ。そう、僕の名はサイキクスオ、超能力者である。僕はそれらの力をひた隠しにして生きている。手伝ってくださって嬉しかったね。マジでないわこいつら。このドジアホアナキ、早く忘れ、危な。シェイクのもっと、あれ、なんか減ってない。私、実は佐伯先輩のことす。え、あれ、先輩。テルハシ、ここ見待ってください。待って、ブー。おしっこちびちゃうとこ。またこの夢だわ。やれやれ、君が来ることはテレパシーで気づいていた。便所飯なんて久しぶりにしたぞ。まったく、リフタまでは無理だ。はっきり言って有り余る、ロマンスが有り余る。そろそろ決着をつけないと。佐伯先輩は絶対ここを通る。私は来るまで一歩も動かない。もう来たブルーって佐伯先輩。つーかまいた、ミコのこと置いてっちゃ。やーやテルハシさんと取り合ってるはずの男に、まさか別の相手がいた作戦だ。僕に好意があると言っても大部分はテルハシさんへの対抗心。その人って先輩の彼女ですか。見てわかるっしょ、どう見てもラブラブ格好ですけど。じゃあ付き合ってるってことはもうわしたんですか。もはや現代人の常識っしょ。つーか何を言ってるかわからないけど、もうやめとけ。クソやばい、ラスボス来てますけど。これは修羅場。あら、イムちゃん、あ、久しぶり。お久しぶり。どういうこと。さあな。いい香り、こんなに近くに先輩が。佐伯先輩が好きだと認めさせた上で開けてやるわ。ぷくく、あんたの綺麗な顔を悲しみに染めてやる。最初は思い通りに動いてくれなくてあんまり好きじゃなかった。それで私も向きになって反発して。さっきのあの感情も佐伯先輩がテルハシ先輩を選ばなかったことへの怒り。つまりどういうことだってばよ。
より面倒になったのは確かだな。例えば家で飼ってるペット、動物園にいる可愛い動物、そんなみんなに一つ忠告しよう。少し感度を上げれば人以外の生物の心まで覗くことができるのだ。殺せる、すれ違う人間を殺せるか殺せないかで判別しているのだね。なんだ、止まれっちゅうねん。我こら、キャーッとこら、今気づいた。やれやれ、めんどくさいな。さてと、さっき拾った脱走ハムを引き取ってくれそうなのは、それとも自分こじらせてこういうことやりたいんか。おいヒロシ、なんか動いてるぞ。なんでもないよ。とりあえずめぼしいやつ全員当たってみるか。え、ハムスター？そうだ、飼う気はない。いやいや、ストレートにハム行けや。まずは5分出しかける3回だ。よりさあ走れ。すごい無理や、他んとこ頼むわ。やれやれようこそ我がラボへ。では早速始めるか。はあ、やっぱこのガキ、ワイも解剖する気。ここで眠れんかったわ。他のにしてくれる。まったく、わがままなやつだ、うん、お母さんに聞いてみる。ここが私の部屋だよ、シュン。すっごいかわいい。なんやねんこら。この前廊下でカイドウ君とすれ違った時ね。なんやこの女、うん、あいつの声が今も聞こえるわ。他のやつにしてくれたの。だそうだ、仕方ないな、あの3人から選ぶしかない。おハムスターじゃねえか、見して貸して触らして。ちょ、触んなや任しとけよ。いや、地面がだいぶ汚れてたから少し掃除させてもらうぜ。なんやこいつ、意外と分かっとるやん。ガキの頃飼ってたハムスターを思い出すぜ。俺たち雨の日も風の日もどこに行くのもいつも一緒だった。そんな漫画みたいな。よし、新しいところで戸惑ってるだろうし、布もかけといてやるからな。やれやれ、飼い主が決まってよかった。おい、やめろ、動くなっつーの。今日転校生が来るんだって。マジで男女。転校生に何かを期待するのはもうやめろ。あの惨劇を忘れたのか。ネクラソ、じゃあ自己紹介して。あ、いや、これは癖で。あ、いや違う、何でもありません。よろしく。なんだよそれ。俺は元ヤン、親も元ヤンだ。親父は族の頭で、お袋はレディースの頭。弱点の襟足を掴まれた時はダメだと思ったが、なんとか勝てた。自分の襟足を自分で踏むのはもううんざりだ。よろしく。転校生ってあいつか。ああ、何メンチ切ってんだ。あ、悪い。ああ転校生、これ多様しすぎだろ。面白え、ちっとキリングタイムといくか。いや、あかん、喧嘩はしねえんだよ俺は。まあビビるのも仕方ねえか。俺っちゃこう見えてヤンキーだからよ。今でこそ丸くなったが、昔は相当無茶したぜ。一番ひどかったのは蚊取り線香で顔を追い回したことかな。あとは一人でスイカ一個丸ごと食っちまったり。マジでイラつくぜあのシャバ像が。一度決めたことを破るのは男じゃねえからな。さっさと返して。早くしろや。今出します。根性入れ直してやる。まあ今のは見逃しといてやるか。だがなぜだ、立ちができねえ。あいつはダメだな。ヤンキーとつるんだら全てお釈迦だぜ。この弱そうなやつに特攻すんぜ。いや僕久保康。タイマンハルカ、こら面倒だ。この技はあまり使いたくなかったが見せてやろう。この迷惑顔をな。あんなシャバ像にあんな迷惑そうな面されるとは。気をつけろ、そいつは一般人じゃない。ああ、サマンサやパラマウントを壊滅させた。あんた転校生っすか。ああ俺も転校生。誰だこいつは。安くすんじゃねえ。ちなみに前の学校に可愛い子いました。いや僕が前にいたところは男子校だから。あ、久保康くんだよね。私同じクラスの照橋ここね。この俺が肩にここみ命と入れたい衝動に駆られているぜ。相変わらず熱い男だな。人気者じゃねえか。なんでこんな奴が。久保康アレンだ、よろしくな。初めててめえから弟子になりてえと思ったぜ。倒したいすごい男がいるんだ。これつまり廃炉が叶わないと認めたこいつと対等な野郎。これチーズ佐伯さん。佐伯くん元気。やあ佐伯くん。さては裏番か。迷惑顔、もう二度とやらない。ラーメンなぞ来ないのか。おう金ねえしな。金なんだよ、バイトしてんじゃねえのか。なんか道端でめっちゃ泣いてる坊主がいてよ、車に轢かれた猫を見つけたんだけど、医者に連れてく金がねえってワンワン泣きやがるのよ。坊主頭に派手な服着たガチムチのおっさんだぜ。一人で行けんだろ。涙を返せ。どうせ外で食う予定だったし。最近も来るだろ。まあいいか、曲がれよ。ここが俺の部屋だ。おめえも来たことねえのか。ああ、裏のガレージはあるが部屋は初めてだ。お、この引き出しは何だろうな。いい加減にしろよ。どうなって。なんだこれ、ピス。これは転校生のアルバムか。おめえだが